ヤフーオークション出品中の川崎ゼファー400外観右側の確認動画です。まずフロント周りからですが、インナーチューブ、特にひどい錆等も出ておらず、綺麗です。気になるオイル漏れ等もありません。アルミ部、少し、白カビ、小傷などあります。フロントホイール、特に気になる、歪み、曲がり、大きな曲がり傷等ありません。フロントタイヤ、こちらサイド割れ出ております。交換時期かと思われます。外装は、こちら、ブラック、Z 仕様、Z 仕様外装となっております。まずフロントフェンダーからですが、フロントフェンダー特にひどい割れ等もなく、綺麗です。タンクですが、こちらは、タンクカバーを装着されているようで、塗装自体は、自家塗装のようなもので、少し粗さあります。特に、割れ、ひどいへこみなどはありません。少し塗装ムラはあります。サイドカバー、こちらも、Z 仕様サイドカバー、こちらは特に、割れ等もなく、ひどい、ムラなどもなく、とても綺麗です。テールカールも、同じく、Z 仕様、テールランプ、Z テールランプが装着されております。また、フェンダーレス仕様となっております。テールカールも、こちら若干、塗装、段取りが、少し甘いところや、塗装ムラあります。パッと見は、この通り、遠目で見ると、パッと見綺麗な外装ではあります。シート、こちらはタックロールシート、Z 仕様の、Z 純正風、タックロールシート、あんこの気もしており 非常に足つきもよく乗りやすいシートです。こちらは新品を使用しております。タンデムバー、メッキのタンデムバーを装着しております。フロントヘッドライト、こちら、レンズ、パープルになっております。またピヨピヨバイザー装着者となっております。ウインカーは、ヨーロピアンウインカー、こちら珍しいもので、ハンドルが、CBX ハンドル、装着されております。ゼファー400では、珍しい仕様となっております。メーター等、特に割れはなく、ミラー、こちらは、新品の Z タイプミラー、スロットルは、アルミの、オトスロというものを使用、スロットルも、比較的、軽い仕様となっております。グリップは八角ラバーグリップを 続いて、マフラーですが、こちらは、メーカー、中野製、中野ナロー管というマフラーを装着しております。テールエンド、42.7倍、エキゾースト、フルエキゾーストの、421マフラーとなっており、非常に、高音系の、甲高い音となる、良いマフラーです。続いて、ステップですが、こちら、ビートのバックステップ装着されております。ギアホイールも同様に、フロントと同様、特に大きな曲がり歪みなどありません。ですが、タイヤ、ひび割れがありますので、こちらも交換時期かと思われます。全体的にカスタム感のある車両で、黒で統一された、シンプルな車両となっております。街乗りなどにも、乗りやすい仕様となっております。また、新品の、タックロールシート、マフラーや、
外装は、Z 仕様となっており、このまま、乗り出しのできるような、見栄えと思われます。タンク周りなどの、若干の塗装の粗さ等はあるものの、特に不具合等はありません。このままでも、乗っていただけるかと思われます。最後に1点、エンジン周りですが、エンジンクランクの、ポイントカバーの上あたり、このあたり、少し割れがあります。特にオイルが出てくるような、位置関係では、ないもので、ひどいオイル漏れ等はありません。先ほど、エンジン動作確認動画を撮りましたが、下に滴り落ちるような、オイル漏れ等もありません。以上、外観の確認動画でした。